ボノボは人類と最も近縁の共通の祖先を持ちます。ボノボはチンパンジーよりも人に近く、細身で足が長い傾向があり、直立に側歩行が可能です。ボノボは高い知能を持ち、工具を使ったり問題を解決するために協力します。人の手で育てられたボノボは、子供の頃まで自分が人間だと思っていることがあります。大きくなって自分が人間ではないことがわかると、ショックでしばらく落ち込みます。これは私がアメリカのサンディエゴ動物園で獣医師として働いていた時のことです。ボノボは人を識別できます。ボノボは人間の言葉や手話を理解できます。高い知能とコミュニケーション能力があります。遊びの時間を大切にし、社会的な結束を強化し、個体間の信頼関係を築きます。特に若いボノボは頻繁に遊びます。生息地の破壊、密猟、人間との接触による疾病により、ボノボは絶滅の脅威にさらされています。現地ではボノボの肉は美味しいと言われています。保護活動が必要です。